店の中でマジでずんどう屋が一番好きかもしれない。大好きなどんどん屋さんにやってきました。え、マジで好きすぎてさ、週4、2回ぐらい来てる。そう、マジでそれぐらい大好きなんやけど、60分替え玉どれぐらい食べるかっていうのを初めてチャレンジしたいなと思います。いつもはいろいろさセレクトするんやけど、1回目はちょっとシンプルにいきたいなと思っております。うわー、しかもラーメンいいねんけどな、ちょっと今日は我慢する。すいません、後味ラーメンの背脂まみれ、はい、縮れ麺硬さ普通で、はい、野菜トッピング別皿で持ってきておいてもらっていい？野菜別皿で、はい。チェーン店の中でマジでずんどう屋が一番好きかもしれない。本場の豚骨ラーメンより多分食べやすい豚骨さ、臭みがないっていうか。あ、来た。はい、すいません。ありがとうございます。野菜別なので持ちます。はい、ありがとうございます。おいしそう。野菜別、ありがとうございます。うわ、おいしそう。では、早速食べていきたいと思います。いただきます。うわ、おいしそう。久しぶりに一番ノーマル食べてる。マジで美味しい。すいません、はい、替え玉一つ、縮れ普通で、はい、はい、ありがとうございます。すっごくなりました。はい、ありがとうございます。いつも高菜は店を先下ろしに入れるんですけど、ちょっと高菜を入れます。ちょっと高菜、ちょっと勉強を注意点に。すいません、はい、替え玉縮れで、替え玉縮れで、はい、ありがとうございます。最高。野菜をちょっと軽く入れます。これは野菜トッピングの別皿。まだ人道屋のさ、ラーメンで替え玉にする幸せなんだ、私は。すいません、縮れ麺で、はい、あとすいません、チャーハンと唐揚げもらっていいですか？でも、波でよろしくお願いします。波で、はい、大丈夫です。
はい、すいません、替え玉はちぢれ麺で。ちぢれ麺で、はい。これこれ。すいません、ちぢれ麺で。はい、ただいま。チャーハンがなくなったことが一番楽しい。すいません、チヂレとコカ・コーラもらっていいですか？はい、かしこまりました。スープまみれです。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら。ありがとうございます。すいません。味玉丼で、味玉丼で、あとは小ナビございますけど、ナビで、ナビで、はい、ありがとうございます。やっぱコーラ美味しいな。違う、やっぱりする。まだいけるこれ。え、海苔はしなしなにするのが好きやから海苔は入れます。大丈夫。人造屋のさ、このチャーシューがさ、ブロックの方で超美味しい。全国に進出したんですよ、もっと。ちぢれ麺とコーラで。ちぢれ麺とコーラで、はい、はい、ありがとうございます。ちぢれ麺で。ちぢれ麺で。はい、ありがとうございます。
はい、ということでタイムアップとなりました。ふぅ、結果はラーメン1杯と追加スープ1つと替え玉が13とチャーハン並盛り、味玉丼並盛り、唐揚げ並盛り、コーラ4杯でした。まあ何が言いたいって、結局運動屋さんはすごくすごく美味しいってこと。あー、幸せやった。マジで美味しかった。これからも懲りずに週4か5したいと思います。ではお疲れ様でした。